ゲオルク・ベッツェルは、ドイツの軍人。最終階級は、バイマル共和国軍不評大将。1926年から1927年に、参謀総長にあたる、陸軍兵務局長を務めた。フランクフルト・アムマイン近郊で生まれる。少佐当時の1914年初めに、第3軍団参謀部に配属される。同年の第一次世界大戦勃発に伴い、第ズバイブ軍団参謀長に就任。1916年に陸軍最高司令部作戦部長に転じる。作戦部長として立案したイタリアに対する作戦、成功を賞され、1916年12月にプルルメリット勲章を受章。1917年11月には、白洋付プールルメリット勲章を受章した。1918年に第5軍参謀長に任命される。戦後はバイマル共和国軍に採用され、1921年に偵察部隊総監に就任。1923年12月、少将に昇進。1926年2月に兵務局長に任命され、1927年2月に中将に昇進した。同年、第愛集団参謀部に転じる。同年10月に不評大将に昇進して退役した。1930年、4年間の契約で、中華民国南京国民政府に軍事顧問として招聘された。1934年からは、軍事週報の編集長を務めた。第二次世界大戦後に、アウクスブルクで死去した。ありがとうございます。